小なり百万回言えばよかった大なり、バカの一つ覚えが最強、優位井上真央直樹佐藤健二人、だけのしょっぱいプリンの思い出ネタバレ、ありあり。女優の井上真央さん主演の連続ドラマ、百万回言えばよかった、TBSK、金曜午後10時の第1話が1月13日に放送。井上さん演じる相葉優衣と佐藤健さん演じる鳥屋直儀の切ないやりとりに注目が集まった。ひし形以下、ネタバレがあります。脚本は2021年度前期の NHK 連続テレビ小説、朝ドラ、おかえりモネ、などで知られる足立直子さんのオリジナル。突然命を落とし、幽霊となって現世をさまよう洋食店のシェフ、鳥の直樹、佐藤さん。と、恋人の直樹の死を受け入れられない美容師の相葉優衣、井上さん、直樹と唯一意思疎通できる刑事魚住城、松山さんの3人が、非常な運命に必死に抗い、奇跡を起こそうとする姿を描く。洋食店で食べたハンバーグの味が、かつて里親施設で共に暮らしていた直樹のものだと気づいたことをきっかけに再会した二人。優衣の33歳のバースデーディナーでも直樹がハンバーグを振る舞うが、美味しい、と笑顔の優衣を前に、直樹は、まあこういう時はバカの一つ覚えが最強だから、と嘘吹くが、実は告白しようとする緊張のあまり、デザートのプリンの砂糖と塩を間違えてしまう。優衣は、このまま仲のいい友達とか、幼馴染じゃ嫌だよ、と告白。すると直樹は、あと5秒待ってよ。俺が思っていることいつも先に言うから。と応じて付き合うことになるのだった。しかし1年後、プロポーズしようとしていたその日に直樹は命を落としてしまい幽霊に。直樹の姿を見ることができる城がそれを伝えようとするも、優衣は信じられずにいた。そこで、直樹は城に指示して思い出のハンバーグを作らせようとするがうまくいかない。口論する直樹と城だったが、ひょんなことから直樹が城に乗り移ってしまう。城の体を借りて優衣を店に呼び出した直樹はハンバーグとプリンを振る舞う。思い出のハンバーグに続いてプリンを頬張った優衣は、しょっぱい、とつぶやき、バカの一つ覚えは最強だね、と涙を流す。城から離脱した直樹が、だろ？ここにいる、と答えるが、優衣には姿は見えず、声も聞こえない。しかし、でもわかる。そばにいてくれてる、と直樹の存在を感じるのだった。二人にしかわからないしょっぱいプリンの思い出に、SNS では、しょっぱいプリン来た信じてもらえたと、感動の声が飛び交った一方、直樹が、作った味だとわかればわかるほど死を受け入れんといけんの辛すぎるよと、悲しい現実に直面した優衣への同情の声もあった。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。